はい、深呼吸でカロリーゼロ。どうも、ナナです。今日は食事制限なしで3ヶ月で11キロ痩せた私の1日の食事でございます。この食事をする前の私って断食したり、なんなんだけダイエットをこうサラダだけとかバナナだけみたいなダイエットをして、もうことごとく失敗してきたんですよね。もうそういうことするとストレスでドカ食いしてね、元通りの繰り返しやけん、しかもめちゃめちゃ肌が荒れて、この辺に載せておきます。本当おすすめしないです、断食とかね。ちゃんと食べても痩せれるけんね、大丈夫で。今日紹介するご飯に変えてから本当に肌も荒れにくくなって治りも早くなりました。生理中でちょっとポッてできたとしてもすぐ治るようになりました。食事を変えてから周りにもびっくりするぐらい変わりました。もう痩せたし肌も綺麗になったし、めちゃめちゃおすすめです。もうくどいと思われるかもしれんけど、食べるから太るんじゃない。はい、正解。食べるものがやばいから太る。じゃあ今日はおやすみなさいして、明日の朝ごはんから撮っていきたいと思います。寒い寒い。皆さんおはようございます。今日の朝ごはんはオイコスとバナナと納豆オンザライス、あと梅さゆです。梅さゆめちゃめちゃうまいよね。よくさ、風邪ひいた時にばあちゃんが出してくれたとかさ、これうまいよ。うまっ。しかも梅さゆって冷え性改善、美肌効果、デトックス効果、ダイエット効果ってめちゃめちゃいいけんね。私はもう普通にお湯の中にお湯をブクブクってさして、そのまま梅をぶっ込むんやけどこれめちゃくちゃハマってる。左右に飽きたって人はね、ぜひね試してみてほしいと思います。まあ、今日のポイント2つ目としては納豆オンザライスやね。お茶碗に継ぐとさ、洗わないかくなるやん。もう洗い物がとことん嫌いなのね。あそこのシンクの中にこう溜まっていくのがもう無理やけんなるべく楽する生活の知恵ってやつやろ、これ。生活の知恵という名の言い訳よね本当に納豆めちゃめちゃ食べるんやけど、皆さん注意、納豆に熱々のご飯はダメです。なぜならめちゃめせっかく納豆ってめちゃめちゃいい成分いっぱい入っとるよね。血液をサラサラにする効果、シミシワたるみ予防、肌の保湿機能、腸内環境を良くする、こんなにめちゃくちゃいい成分いっぱい入ってるのに熱すぎるご飯をかけると、せっかくのねいい成分がねぶっ潰れるけん、常温のご飯を乗せてあげてください。でこの納豆オンザライスにお酢、何でもいいですよ、お酢をかけるとめちゃめちゃいいよ。もうその体にいい効果がめちゃめちゃ上がる。納豆って実は朝食べるのと夜食べるので効果が違うんですよ。朝はダイエット効果、夜は美肌効果があります。だけどそういうのもね意識して食べるとね、美意識バカ上がりだと思います朝からもう美意識バカ上がりしそう、人間がもうこんなことせんよね。うん、たまには今からさ、お昼ご飯を作っていきたいっちゃうけど、もうね今日のもうね、めっちゃマジでね超簡単で超ね美味しいけん、マジでおすすめ、マジで作って、絶対作って。あのインスタで7万人が保存してくれたんよ、あげた瞬間本当にありがとうございます。そんなね、もうめっちゃ簡単。まずね、鶏胸肉を、これシリコンスチーム、これめっちゃ、このシリコンスチームはめっちゃおすすめ、料理がめっちゃ楽になる。5分レンチンします。次ね、きゅうりをちぎっていこうと思う。あのね、きゅうりって、だから野菜って絶対にね、ちぎった方がうまいっちゃん。これガチやけん。みんなきゅうりはね、ちぎって。きゅうりはね、包丁使うものじゃないけん。絶対切って、切ってじゃないわけん。あそのまま食べるのがおすすめです。包丁も使わんけんね。あこれ、ね、絶対みんなね、一回食べたらね、マジでハマるよ。え、これバリウマってなるね、好きってなる。なるね、大好きってなる。またファンが増えてしまうと、普通にインスタで7万人が保存するってやばくない？でこれ次、これバリューバイケン、これね90円ぐらいやった。で90円ぐらいって言うけど、これ開けたらね2袋入っとった。お得っつって、こういうのさ開けてさ1袋かなと思ったらさ2袋入っとったけど、この嬉しみが深いよね。嬉しみ深き、嬉しみ深きの舞。ごま油を大さじ1ぐらい、大体でいいよ、大体これぐらい。でも多分今日は
これだけじゃ足りんけん、きゅうり2本使おう。今までさ、なんでそのきゅうりってちぎった方がうまいのかわからんかったっちゃけど、調べたらこう断面が増えるけん、タレがつく断面が増えるけん、味が染みやすくなるらしいじゃんね。そう、そう、本当はさ、鶏胸肉のさ、皮さ取った方がさ、カロリー低くなるんやろうけどさ、鶏の皮は剥げん。本当はこれね、もっと冷やしてから、今ちょっとぬるいけん、本当は冷やしてからね、こうやった方が美味しいっちゃけど、ちょっと今日はね、我慢できないから冷やしません、ね、これめちゃくちゃ便利とよ。これね、チンしてね、こうペッてやったら、これお皿になるじゃん。そう、今日はキュウリとあるけん、こっちで作るけど、あ、全然なんかその案件とかじゃないです。案件ください。はい、今日の昼ご飯を食べていきたいと思います。今ね、昼のね、もう1時半だよ。バカうまい、ほんと美味しい。マジこれなるね、インスタ上げてからめちゃめちゃ大人気やけん、ほんとに作ってみてください。鶏肉さ、本当は皮を取った方がダイエットにはいいみたいやけど、私もう皮大好きなんや。大好きやけん、取らん。他のところで調整すればいいけんさ。ダイエット中にパンとか食べても大丈夫だって思う人いると思っちゃうけど、私パン大好きなんや。ダイエット前からパンは本当、パンとかドーナツめっちゃ好きでめちゃくちゃ食べよって。で、でもダイエット中もやめたくないな。でもやめるのが、やめたらもうすごいストレスになるよね。もう、で、ダイエットの一番の敵ってストレスなんよ。ってことは、ストレスをいかにかけないでダイエットできるかっていうところに重きを置いたんよね。そしたら、ライ麦パンなんやけど、これ。ライ麦パンって、普通の小麦粉と、普通の小麦粉のパンに比べて、カロリーも糖質も低いんよね。も入っとうし、ビタミン B も入っとうし、炭水化物の代謝をスムーズにしてくれるよね。で、もうこれも、いっちゃう。本当は、卵とか乗せたかったんだけど、ちょっと目玉焼き作るのがめんどくさくて。今日は作りませんでした。気が向いた時は目玉焼きを乗せます。次は夜ご飯なんですけど、今からちょっとやらなきゃいけないことがいくつかあるので、それをパパッと終わらせて、夜ご飯だいたい7時ぐらいかな、7時ぐらいにちょっと作って食べたいと思います。皆さん今日もお疲れ様です。夜ご飯は揚げない唐揚げを作っていきたいと思います。なるね、唐揚げがめちゃめちゃ好きで、でもダイエット中も我慢したくなかったので、揚げないでね、なんか低カロリーで、唐揚げを作れないかなと思って作ってた唐揚げです。もうマジうまいけど、ずっと作ってもうね、使ってもめちゃめちゃ簡単な鶏もも肉あるやん。これに材料ぶち込んで、フライパンにぶち込んで終わりです。この鶏もも肉は切られております。で、醤油をだいたい、私いつも適当なんですけど、 50ml ぐらい、この量だったら適当です。ここに載せたき、あ、インスタグラムに作り方詳しく載せてるんで、ぜひぜひぜひ、だいたい4センチぐらい。あ、待って、とりあえず大したタイミングで、なんでいつもなくなると、なんでなくなるとですか、なんでなくなるとですか、教えてもろて。あ、しかもニンニクがなくなるとかマジでめっちゃ好きなのね。生姜もまあだいたい同じぐらい。待って、生姜もなくなるんですけど、教えてもろて。みりんとおさ、あ、皆さんすいません、お酒を切らしておりますので今日は入れません。で、卵、え、待って、前ゆで卵になったんやけど、びっくりした。マジでびっくりやったんやけど、マジでひよこ出てきたんかと思ったんやけど、結構リアルに。はい、皆さんすいませんね、取り乱して。はい、ちゃんと生卵が出てきました。と、片栗粉をだいたい大さじ2ぐらい、今だいたいこんな状況です。で、それを一気に混ぜていきます。本当はお皿でやった方がいいのかもしれないし、でも私洗い物が嫌いだから使いません、お皿。はい、
よく妹とね、どっちが洗い物する選手権でね、揉めるんでね、洗い物はなるべくしません、しませんってか、洗い物はなるべく出しません。はい、オーブンで焼いても、オーブンで焼いてもいいです。私はちょっと今日めんどくさいんで焼いてくるんですけど、油は引きません。もうこの子たちから出る油で、はい、もうこの子たちから十分油出るんで、ね、で皮は下にしてください。はい、皮を上にするとマジブヨブヨになるけん、皮は絶対下にしてください。ちょっと待って待って、アリ。うちにちょうどいい蓋がないんで、アルミホイルで蓋がある人は蓋してください。はい、できたのがこれです。揚げない唐揚げ皆さんお気づきでしょうか、焦がしもしました。またかよってね、またかよ。あの料理は見た目じゃないの、痩せたい気持ちと愛情やけん。よいしょ、今日の名言、これマジうまいけんさ、超おすすめやもん。今横に妹が売っちゃうけどさ、めちゃめちゃ美味しそうに食べよる。美味しい、めっちゃ美味しい。なんか営業みたいになるよ。うまいかよ、うまいか、マジでインスタに誘導しろ、うまいかよ、やめとけマジで。でもマジ見た方がいい、いやマジめっちゃうまい、私のインスタ見た方がいいよ、めちゃめちゃ分かりやすいけん、しかも料理、うん、本当に天才だと思う自分。まあそんな冗談は置いといて、本当は皮取った方がねカロリーは低くなるんやろうけど、皮とか取り切らん、鳥かわいそうやん、皮取ったら。普通に考えてさ、そんなこと好きやん、皮取るやら。よく DM で、なるね、ご飯食べますかって聞かれるんやけど、なるね、ご飯食べるよ。これ。でもね、工夫して食べてるの。これ何かっていうと、白米の中にね、これを入れた音。16穀米って読むのこれ。16穀米?16穀。言いづら。この。なんやねん、その器はって思った人おると思うんやけど、これほんとちゃんとした理由があるじゃん。これ、なるね、もう、最初ね、これ、人の前で食べようとき、何それって言われたことあるんやけど、最初はお茶碗半分の量って決めて食べようったんよね。でもお茶碗半分だけついたらさ、なんか半分寂しい気持ちになるんよ。なんかちょっとしか食べてないなっていう気分になるのが嫌やったじゃん。だけんちっちゃいお皿にめちゃめちゃ詰め込む。なんかこんな感じよ。あね、視覚効果をね利用していこう、ダイエット。なんかこれやったらさ、おっきい皿にちょっと入れるよりもさ、なんかちっちゃい皿にさバンって入れた方がなんか自分なんか食べてるなって気がするやん。これお茶碗にのせたら半分にもならんと思っちゃうね。うん、なんかそういうことよ。うん、頭使っていこう。で、16穀米がなんでいいかっていうと、これ健康にもダイエットにもいいじゃん。簡単に言えば16種類の体にいい成分がギュッとね入っとるっていう感じっちゃけど、これを白米の上にぶち入れるだけ。これを食べることによってね、その16種類のね栄養素、普通に生きとったらゲットできん栄養素を体がゲットできるようになるよね。で、なんでダイエットにいいかって話なんやけど、 GI 値っていうのが低いんよ。やけん血糖値の爆上がりを防ぐ。そもそも血糖値が爆上がりしたらどうなるとっていう話なんやけど、インスリンっていう太るホルモンが出るっちゃんね。やけんまあなるねなりの言葉を使うとデブホルモンが出るみたいな話よ。やけどこのね、これを入れることによってその GI 値ね、デブホルモンが出づらくなるっちゃん。これがなるねの朝昼晩の一日の食事です。前まで本当に何でもかんでも太る、これ食べたら太る、あれ食べたら太るって考えてね、本当何も食べれんね生活を送っとって、もうストレスで肌荒れて逆に太っての繰り返しやったんやけど、何を食べたら太るじゃなくて、なんかこれをどうやったら太らないかな、これを食べてもどうやったら太らないかなっていう工夫できるかなって考えてやるっていうのはすごく大事なことだと思う。毎回言うんやけど、食べたら太るんじゃなくて、食べるものがやばいけん太るんよね。なるねさ、料理下手くそやし、なんならしたくないし、っていうか食品にはあんまお金かけたくないっちゃうね。やけん他のインスタグラマーさんみたいにそのキラキラした料理をね載せることができないんだけど、それがなるねやし、そうやって私は11区で痩せたから、堂々とこれからもね発信していきたいと思ってます。いつもいつもチャンネル登録、高評価、コメント本当にありがとうね。もう2ヶ月で私がここまで来れたのは皆さんのおかげです。本当に感謝しています。これからも一緒に頑張ろう。待ってろよ、今日よりも可愛い明日の自分。お疲れ様。